まず寿司酢を作ります。お酢と砂糖よく混ぜます。熱いご飯に回しかけて切るように混ぜていきます。油揚げを切っていきます。今回はいろんな形で挑戦します。こちらも中にご飯が入るように少し開けておきます。鍋に入れていきます。お出汁を入れて火にかけます。沸いたら砂糖、醤油も入れます。少しなじませて落とし蓋で弱火で10分ほど炊いていきます。三つ葉を湯がいておきます。たくさんあるときは少し輪ゴムでまとめると取り出しやすいです。さっと湯がいて水で冷やします。5分ほど経ったら上と下を入れ替えてあげます。10分経ったらこのようになります。これを冷ましておきます。油揚げを軽く絞って、ご飯を詰めていきます。奥からしっかりと入れていきます。いなり寿司の完成です。